はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、40代の方に向けた大人のポニーテールの正しいやり方についてご紹介します。年齢をね、重ねてくると、例えばヘアアレンジをした時に、このアレンジってちょっと自分にとってはちょっと若作りしてるんじゃないのとか、なんか頑張りすぎてんじゃないのっていう風にね、考えてる方だったりとか思ってる方って多いかと思います。なので、そういったね、40代の方だったり、年齢を重ねていった方でも、おしゃれでバランスよく見えるポニーテールの解説になります。ポイントとしては、メリハリを出すです。トップにボリュームを出して、襟足はタイトに締める。こんな感じでね、バランスよくメリハリをつけてあげると、おしゃれに決まります。あとは、ヘアアクセサリーをつけるときもね、ちょっと落ち着いた色を使ってあげたりとかすると、大人のね、上品さが出てきますので、その辺も踏まえて解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずは朝起きた時だったりとかでトップがね、ペタンとしてる方が結構多いかなと思うので、お水で根元を濡らしていきます。で、ある程度濡らして、根元になじましていくって感じです。で、濡らし終わったら次にドライヤーで乾かしていきます。で、乾かすときに、しっかりと乾かすんですけど、根元をね、少し立ち上げるように、ボリュームが欲しいので、立ち上げるようにして乾かしていきます。次に、ブラシでね、溶かしながら、こう、ドライヤーをして、ちょっとツヤを出していきます。で、この時にね、根元に立ち上がりが出やすいように、ブラシも下から上に向かって通してあげると、ボリュームが出て、ツヤが出てきます。次にバームをつけていきます。しっかりまず手のひらになじませていきます。で、この指の隙間のあたりも少しこうなじませるような感じにしてあげてください。で、しっかりね、手になくなれば OK です。で、このまま髪の毛をまとめていきます。で、まとめる位置なんですけど、大体耳あたりぐらいですかね。耳のラインあたりぐらい。で、まとめていただいて、で、この時に手ぐしでしっかりとまとめていくんですけど、こう、細かい毛だったりとか、パヤパヤした毛っていうのが、サイドだったり、特に襟足の部分、結構出てきてしまうので、これを指についたバームをしっかりとこう、なじませて、髪の毛を整えながら、ポニーテールにしていきます。結構これをしっかりとやることで、髪の毛のツヤ感だったりとか、まとまり感ってめちゃくちゃ綺麗に出ますので、結構ここは入念にやるようにしてください。綺麗にまとまったら、ゴムを結ぶ前にボリュームを出します。その方が結構ね、自分の手を緩めるだけでボリュームが出やすくなるので、結構簡単なので、この状態で出していきます。で、出す位置なんですけど、この辺り、だいたいトップのね、一番ペタンとしやすいところから、この辺の部分に少し山っぽい丸みをつけるだけで OK です。じゃあ、出していきます。少しね、毛束を持って、ボリュームを出すようなイメージ。で、出にくかったら、この手を少し緩めれば出てきますので、こんな感じで出していきます。で、全体的に丸みが出たらゴムで結んでいきます。で、この時に結構しっかりとね、結ぶようにしてください。結構緩んでしまうと、このボリューム感だったりとかが結構ペタンってなる可能性があるので、なるべくギュッと結んでいきます。次に前髪がある方、もしくは前髪をこう下ろす方だったりとかって、このね、こめかみというか、ここの部分って髪の毛が薄い部分あるかなと思うんですけど、割れてしまう部分ですね。ここを隠した方がバランス的にはいいです。この今、ウィッグも今前髪がない状態なんですけど、この辺のね、こめかみ部分がやっぱり気になる方が結構多いかなと思うので、その部分をゴムで押さえながら、少しね、引き出して丸みを持たせます。ここの部分を隠すような感じですね。で、できればこう前に向かって、斜め前に向かって引き出してあげる。で、少しなんですけど、ここが隠れてくれれば OK なので、まず一番この顔周り部分を出して、徐々に徐々になじませるような感じに引き出していけば OK です。で、前髪がね、こうある方だったりとかっていうのも、このまま下ろしてあげると、ここにね、割れ目というか隙間というかが出てきて、ちょっとね、薄く見えたりもするかなと思うので、先ほどみたいにね、ちょっと前に向かって出すことによって、方が隠れてくれると思うので、こういう感じでやってあげればいいかと思います。で、最後にゴムの部分がね、結構こう出てて気になる方に関しては、こういったねクリップタイプのヘアアクセだったら、この上からこうガチャンって挟むだけでおしゃれに見えるのでおすすめです。はい、ということでね、こんな感じでやってみました。多少ねプロセスはね普通のポニーテールよりもあるんですけど、しっかりとねこれ覚えてやっていただけたらバランスのいいポニーテールになりますので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。